ます。肩入れたことがある？うん。肩入れた時あるよ。うん。うん、そう。これが一宮って言って恥の中友という浅草のあの村長の神様なんですね。でこっちが漁師のお兄さんの方。漁師の弟ってね、日の駒の浜成竹成、ほんで3人で浅草寺を作ったって言われてるんですね。だ3人の神様でございます。3人の地神様、ここで祀られてた。そう、これここに祀られてる。ここに祀られてます。だここに祀られてて、これが神様の乗り物だからね、御霊をここに移して、あのお祭りの時は浅草を練り歩くということでございます。見たことある。そう、見た時ある。ほんでね、この間のね、11月の9日、あの天皇陛下がパレード10日の日にあったの知ってる？テレビで見ました。テレビ見ました。あの時ね、この一宮だけね、皇居の方まで行ったの、トラック取って。見た。なんとかニュース、なんとかニュースで言った。そう、いろんなとこ、東京中のね、神様が皇居に集まった。これ、すごいね。すごいのよ。まあ、天皇陛下も神様みたいなもんだThank you.